Oh.
まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカなど、ニシン、キュウリンゴなど1日に 15kg から 20kg の餌を
ちゃんとした盾がいい。めっちゃ立ってるよ、やば。